何入れてるんですか。これはローメンですね。ローメンや。結構まあお得っちゃお得っていうか値段的には。そうです。特に問題ないですか。全然問題ないですね。あの社会買った方が。え、最近ですか、もしろ。最近です。買って数ヶ月でエアだけで今日エア入れてもらってきたの。あ、じゃあ仕上がったばっかなんですね。なんでシーマンだったの。もともとスネアの30の後期探してて、それを探してて C の F が欲しくて、で程度いいのが見つからなくて、でなんかたまたま出てきたんだよね。別に日産車が嫌いじゃなかったんで、まあ、C までもいいかな。3.5 です。 3.5 のハイブリッド。 3.5 のハイブリッド。めっちゃ速いですよ。めっちゃ速い。速えば速い。あ、どのくらい乗ってるんですか。20万くらい。全然問題ないですか。全然問題ない。本当個人車なんで。グリルがもうめっちゃでかいっすよね、シーマ。フーガはね、たまには見るっすけどね、シーマほぼいないっすよね。いないですね。この長さがいいっすよね。なんたって長い。もう、戻ってきたばっかなんだ。じゃあ本当に仕上がったばっかでね。そうです。あ、上につけたんだ。そうです、荷室狭いんで。これ珍しい。タンクつけて、奥にベンツつけて、でコンプレッサー、いいじゃないですか。脇つけて。あ、脇に、はい、これは新しいですね。ここ使えるようにしたんですね。そうです、そうです。やっぱ中華製なんでタンクの出来も悪くて、6タイト使ってくれって言われたんですけど、はいはい、6タイト使っちゃうと、うん、あのフィッティング変えるときにめんどくさくなっちゃうんで、うん、だからあのシールテープで大体止まるんですけど、あのエアモレ止まんなくて、いややばいな。で、あのメーカーに問い合わせたら、はい、6タイト使ってくださいって。あでいう、まあ、一点張りをされちゃって、まあ、使わないで、ね、あの液体パッキン使って、うん、あとシールテープ使って止まったんですけど、うん、今それで様子見です、ね、今のところじゃ大丈夫そうな。今のところ全然問題ないですね。まあ、レイアウトはいいっすね。まあ、相手はオーナー様が。この上に釣ってる人一人いて、シーマでいるんですよ。へえ。でその人の見て、あ、まあ、なんか確かに荷室全然ないんで、だったら上にもうタンクは積んだ方がいい。うんうんうん。まあ、バッテリー入ってるとどうしてもね。いや狭いんですよ。狭くなっちゃう。サンルーフは51シーマー、うん、標準なんですよ。スカーフプレートも。そうです、そうです。前何乗れと、このシーマーの前は。前っていうか、そうっすね、昔は、うん、33シーマー乗ったり、おあと17クラウン乗ったり、はい、セダン系がやっぱ多いですね。多かったですね。で途中でローライダー行って、おお、そっちもじゃあ。そうですね。で結局セダンの方が良かったんですかね。どうですかシーマ、ボーイチシーマ。いや全然全然快適ですよ。もう通勤でも乗るんで。人を見ちゃうとみんなフーガフーガと。そう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 。でも分かるんですけどね。分かっちゃえば。そうなんですね。長さも全然違うし、グリルも違うんで、結構でかいんですよね。こう見ると。まあでかいですね。フルベース3メーター超えると。